ストライクショット。こんにちは、エクストラックの中の人刺身トリエクスです。はい、始まりましたモンストニュース。イエーイ。はい、ということでお品書きはこちら。はい、7個ございますね。あります。はい、では早速参りましょう。1、おさらい。明日新豪絶エリミネーターが降臨ということでこちら。はい、新豪絶エリミネーター来ます。はい、明日5月14日金曜日の19時から21時ですね。うん。嫌だな。いい歯並びですよ。好きだもんね、歯並びいい人がね。はい、ということでこちらもございます。はい、初降臨に合わせて M4 の降臨ライブも配信します。はい。はい、明日の18時50分から21時頃予定しておりますので、皆さん見ながら挑戦していただければと思います。お願いします。はい、続きましてこちらです。未開の大地やってきます。うん、はい、新たに拠点21が追加されますね。はい、これまでのですね、クリアしてた方は21も挑戦できるよという感じですね。はい、5月14日金曜日の12時から5月27日木曜日の11時59分までやってまいります。さあ、続きましてこちらです。5月20日はモンストの日ということで、はい、はい、こんな感じでラック引き換えアイテムいっぱいありますね。豪華あるよ、ワクワクステキがありますし、特玉もね嬉しいですよね。はい、はい、皆さんお忘れなくぜひぜひ遊んでください。はい、続きましてこちらです。各種キャンペーンも開催しております。はい、新しいやつもねあるので、ぜひやりたいやつチェックしてみてください。2、世界5500万人&国内4700万人突破記念キャンペーン第1弾ということでこちら、じゃーん。モンストの世界累計利用者数が5500万人、国内累計利用者数が4700万人を突破しました。ありがとうございます。これをね記念して世界5500万人&国内4700万人突破記念キャンペーン第1弾を開催いたします。すごい、もうキャンペーン名が長くなってきて長いです。何回も読ませていただきます。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、こちらです。じゃーん。ログインでオーブとアイテムをプレゼントいたします。このように17日から29日まであるんですけれども、まあ素材アイテムからまたねこうクエストで活躍できるようなアイテムまでごっそりごっそりだねプレゼントいたしますので、はい、ログインお忘れなくお願いいたします。続いてこちら、じゃん。期間限定で今週のミッションの報酬が豪華になっております。やったー。いやこれね、重龍玉、レベルの書、線形の書、そしてオーブが豪華もらえちゃいます。ありがとう。線形の書もあるじゃないですか。そうなんですよ。ぜひね皆さんミッションしっかりこなしていってこちらもらいましょう。はい、はい、そして続いてこちら、じゃん。モンスト LINE 公式アカウントと友達になろうということで、お友達になると報酬がもらえるミッションを開催いたします。こちら重龍玉がもらえるということで、5月17日から5月30日までとなっているので、ぜひモンストLINE 公式アカウントと友達になってください。もうなってる人でももらえるんですね。そうなんですよ。ありがたいです。私もなってるんでもらえちゃいます。はい。続いてこちら、じゃん。各種キャンペーン開催でございます。こちらね利用してモンスト遊んでいただければと思います。続きまして3、新たな期間限定イベントが来るぞということでこちらをご覧ください。はい、ということで新バトルシステムのイベント、リアルタイムワールドが期間限定で登場します。なんかすごいっすね。なんすかあれね。はい、ちょっとなんか今まで見たことのない感じのモンストかなと思うんですけれども、はい、まず開催期間紹介しますね。開催期間は5月16日日曜日の12時から6月16日水曜日の11時59分までとなっております。はい、まあ気になっているところかと思うので詳しく紹介していきます。はい、はい、こちらです。リアルタイムワールドの新バトルシステムとは何かって一番気になっているところかなと思うんですけれども、先ほど見ていただいたみたいな感じでですね、仲間も敵もリアルタイムで動くバトルシステムになっていて、はい、いつものモンストとちょっと違うんですよね。いつものモンストってこう自分のターンが来たら引っ張って、まあ、敵の攻撃が来てで次の人のターンになってっていう単性でやっていくかと思うんですけれども、リアルタイムで例えばマルチで一緒に DX やってたら、はい、私と DX 同時に引っ張って同時にショットできたりとか。じゃあ一斉に「いけ!」っつって4人でバーンっつって攻撃できるんですね。いけるんですよ。すごいかわいそうですねボス。はい、でもボスもねその時間経ったらね攻撃してくるのでぼんやりしてるとやられてはい、そんな感じで好きなタイミングでショット打ったりできるんですね。はいはい。で、友達とマルチすると例えば2人マルチだと2体3人だと3体、うん、そして4人でやると最大の4体で戦うことができるよっていう感じになってます。はい、これってソロはできるんですか？ソロでも遊ぶことできますが、まあ、マルチだとそういう感じで3体4体とキャラクターが増えていくので、まあ、攻略しやすくなってくるかなと思うのでぜひマルチでやってみてください。はい、はい、続きましてこちらです、リアルタイムワールドですが使用可能なモンスターはこちらの専用モンスター8体となっています。なんか見たことあるでしょう。そうですね。なんかちょっとイラストは変わってますけど、うん、モンスト普通のモンストにもこう出てくるようなキャラクターですね。はい、そちらのリアルタイムワールド専用のキャラクターになってるんですけれども、はい、こちらをですね最初から皆さん全員使える状態になってます。8体全員使えると。いいっすね。はい。でこちらのモンスターにはそれぞれロールといってですね役割が与えられていまして。うんうん、こちらに書いてるようなヒットアタッカーとか、友情アタッカー、ヒーラー、タンクみたいな感じでですねロールがあってそれぞれに応じたこう使い分けができるので、まあ、それをどうやって使っていくかっていうのが攻略のね鍵になってくるよという感じですね。なるほど。いやちょっとね私ねアタッカー結構苦手なんで、うん、ヒーラー役として自分の腕を磨きたいですねこれ。そうね、ヒーラーとかだと回復ね、はい、そうみんなをサポートしていく感じで、ね、ぜひサポートに参りたいです。じゃあ私ちょっとヒットアタッカーかな。うわかっこいいですねはい、続きましてこちらです。リアルタイムワールド始め方なんですけれども、クエストタイプ選択画面からリアルタイムワールドのこちらのアイコンをタップすると遊ぶことができますという感じになっております。はい、はい、続きましてこちらです。リアルタイムワールドにはこちらの4つのクエストが出てまいります。難易度がですね極み、究極、そして超絶までありまして、イベクエみたいにタイムスケジュールで降臨する感じになっております。はい、極みは、期間中ずっと出てるんですけれども、究極は、こちらのご覧の時間帯で初回降臨は5月16日にあります。で超絶はその翌日の17日から始まるよという感じなので、まあ、ちょっとずつ難易度上がっていくのでね最初ね極みでやってみてで究極ちょっとプレイしてみて、はい、超絶に挑めるようにやってみていただけるといいかなと思います。はい、はい、予約とかはできるんですか？これ予約もできますので見逃さずにプレイできるかなと思います。安心しました。はい、2回目以降のクエスト出現のスケジュールはゲーム内からチェックしてみてください。はい、はい、続きましてこちらです。リアルタイムポイントを集めて報酬をゲットということで、リアルタイムワールドではですね、クエストをクリアするとリアルタイムポイントっていうのをね集めることができるんですね。はい、はい、でそちらを集めていって、例えばオーブ50個とか、いろんなアイテムとか報酬をゲットすることができます。はい、そして難易度が上がれば上がるほど、多くのポイントをゲットすることができます。はい、そして、デイリーボーナスというのがありまして、日替わりで指定されるモンスターを使ってクエストをクリアするとより多くのリアルタイムポイントが集められるよというものなんですけれども、はい、各クエストでモンスターが決まってまして、はい、1日1回獲得できるという感じになっています。プレイヤーごとに指定されるモンスターが違ってるって感じですね。はい、はいはい、なのでぜひぜひデイリーボーナスチェックしていろんなモンスターでプレイしてみてください。言葉で説明するだけだといろいろ分かんないかもしれないので、うん、この後17時にですねモンスト公式チャンネルの方で詳しい遊び方とか説明の動画をアップするのでぜひそれもチェックしてみてください。実は M4 に事前に遊んでもらってますのでそちらの様子もチェックしてみてください。はい、はい、公式サイトの方でも詳しくは説明してますのでそちらも見てみてください。新イベント「スターダストエージェント3」はい、ということでこちら、はい、5月17日12時より開催となっております。はい、ミラ・アルタイル・レグルスです。おー、スターダストエージェント3来た。来ましたよ。それではこちら、じゃーん。まずはミラ・フロム・スターダスト。可愛い。可愛いですよね。うん、はい、彼女はですね、秘密情報組織のオペレーター。として働いておりまして、重心化前そんな感じですよね。そうなんですよ。デネブとかベガとかと同じ組織におります。可愛い。で人々の心を癒す美しい声を持ったクジラ族の女の子で、これねストライクショット使ったら歌ってる感じでめっちゃ素敵でした。はい。でねこれ拡張機で周りのねユーマたちをおとなしくさせているシーンとなっております。左下の夢中みたいな感じで可愛いですよね。可愛い。はい、じゃあ気になるステータス見ていきましょう。こちらじゃん。貫通&ゲージバランス型アンチ魔法陣全属性耐性無属性耐性、ゲージで超アンチ重力バリア、ゲージで聖騎士キラー L、 ストライクショットがスピードとパワーがアップ&ヒットした敵の弱点の効果を大アップさせる。こちら16ターンと24ターン、友情コンボが衛星弾8と超絶爆発となっております、はい、はい、こちらですね、無属性耐性全属性耐性あるのでダメージ軽減してくれるので、守備面でもね優秀でございます、そして今回ですね使ってみたで新ガラハッドに行ったんですけれども、こちらのね聖騎士キラー L がかなり輝きます。いや欲しい、はい、道中のトリスタンとかあとはねボスに対しても強力なんですけれども、キラー L を持ってるので多くの敵に当たらずともダメージをしっかり稼ぐことができるので、かなり頼りになる存在です。であとは友情コンボが衛星弾8持ってるので、雑魚処理もできますし、弱点連続に当てるとボスに対してのダメージも稼げると。でこちらのストライクショット、敵のね弱点効果大アップさせつつ、彼女は貫通なのでしっかりね弱点を貫いてくれるので大ダメージが与えれるといった感じでございます。なるほど、難しいですからねシンガルハート。そうなんですよ、可愛いし強い最強です。はい、そして続いてまいりましょう。こちらじゃん。アルタイルフロムスターダスト。おかっこよ。はい、彼はですね組織の所長となっております。所長、いい肩書き。はい、鳥笛をね吹いているんですけれども、このねお供の和紙たちに合図を送って、その凶悪なユーマちゃんを赤ちゃん化する特殊な爆弾を投下しております。なるほど、あれですもんね、アルタイル和紙座だからね。そうなんですよ、はい。そして気になるステータス見ていきましょう。こちら、はい、じゃーん。反射&ゲージスピード型マインスイーパー M 水属性耐性、ゲージでアンチ減速壁 SS ターン短縮、ストライクショットがスピードとパワーがアップ&触れた敵を触れるとスピードがアップする状態にする。こちら16ターンと24ターン、友情コンボが超強拡大爆破弾、サブでバウンドヒールとなっております。さっきのね爆弾がね友情になってるって感じですよね。はい。でアビリティはねマインスイーパー M 持ってるので自身の火力上げれます。で友情コンボは超強拡大爆破弾持ってるのでダメージ稼ぎつつ共有所のお供とか連れていくと誘発できるので、そちらも使い勝手が良かったです。あとはこちらのねバウンドヒールがかなりHP 管理してくれるので、こちらもね助かりました。で今回ですね、近畿の極27に来ました。かなり大活躍できるこのストライクショット、触れた敵をスピードアップ状態にしてくれるので、自身で動き回りながら敵に当たって火力アップしつつ、パンとはまってダメージをかなり稼ぐことができました。いいですね。はい。SS5 もスピードアップ状態になっているので、お供キャラのサポートとしてもかなり優秀でございました。なるほど。はい。いやぜひねもうこれ27の極で使ってほしい、使いたい。はい。ゲットしてほしいです。続いてこちらじゃん。レグルスフロムスターダスト。この子ね見ての通りライオン族の女の子です。ライオンですね。はい。後ろにね同じライオン族の仲間たちとチームを組んでこうちょっとチームプレーで敵を倒すといった可愛いですね。可愛い。はい、さあステータス見ていきましょう。こちらじゃん。反射砲撃型マインスイーパー L アンチ重力バリア状態異常回復、ストライクショットが触れると友情コンボが発動する分身を最初に触れた敵にセットする。こちら8ターンと20ターン、友情コンボが反射衝撃波12、サブで超強ラウンドフラッシュとなっております。お、ニューでございますよ。攻撃型ですよ。そうなんですよ。もう反射衝撃波12はね、多くの敵処理してくれる衝撃型で威力も凄まじいんですけれども、こちらの新友情超強になっておりますラウンドフラッシュ。どうです？いやもうとんでもない殲滅力ですよ。しかもねこの子が砲撃型なので。はいはい。もう本当ちょっと不動明王とか言ったんですけど、不動明王がポンと消えちゃいますさよなら。であとは状態異常回復持ってるので、回復サポートにも立ち回れますし、このストライクショットも優秀ですね。分身を最初に触れた敵にセットしてくれるので、例えば中央にいる敵にその分身をセットするとラウンドフラッシュがかなり有効に使えます。なので大ダメージを狙えるといったキャラでございました。すごい友情出しやすいですね。そうなんですよ、かなりね使ってみたも派手になっているので楽しみにしていただければと思います。はい、そしてこちら、はい今回ですね期間限定で販売の新キャラ確定ガチャ&オーブということで、こちら登場する新キャラ3体のうちいずれか1体が確定で配布されるガチャ1回とオーブ50個のお得なセットとなっておりますので、ぜひねもうねどれも魅力的なキャラなので、ぜひお買い上げとお求めいただければと思います。お得だからね。はい、お願いします。続いてここに行きましょう。こちらチュパカブラちゃんでございます。チュパカブラちゃん。もうなんかちょっと鮮やかですね。セクスいいですね、進化とかね。ちょっと注射打たれちゃうのかな。打ってほしい。心配。さあ続いてこちらです。じゃん。モスマンとニャミニャミ。いやモスマンちょっとやだ見たくない。モスマンどうしたのかな。人間やだ。怖いですね。がちょっと見ただけでドキッとするのにね。ニャミニャミを見ます。ニャミニャミ着ぐるみ珍獣。可愛いですね。はいとなっております。そしてこちらじゃーん、新イベントミッション開催となります。こちら対象モンスターのラックを一定数集めると報酬がゲットできるミッションを開催となっております。はい、気になる報酬こちらでございます。じゃーん、はい特玉5つ最大もらえます。欲しい。はい、他にもね豪華報酬ございますので、皆さんミッション達成頑張ってください。続きまして5重心化情報を持ってまいりましたということで、こちらをご覧ください。はい、ということでマルドゥークが重心化いたします。かっこいいじゃないの。これねもうマルドゥークさんいろいろありましてですね、こうね亡くなったね恋人をね復活させようといろいろやってきて、ようやく復活させられたっていう世界です。この後ろの可愛い子ちゃんですか。可愛い子ちゃん彼女ですね。いやだ、いいカップルいやよかった、幸せになってほしいですね。ですね。はいということで気になるステータスがこちらです。貫通&ゲージのスピード型、ラックスキルが友情コンボクリティカル、アビリティがアンチ重力バリア、重力バリアキラー、SS ターン短縮、そしてゲージでアンチブロックとダッシュ M、 ストライクショットが壁をすり抜け、触れた敵の数に応じて威力が増すメテオで追い打ち、1段階目が20ターン、2段階目が28ターン、友情コンボがメインでツインワンウェイレーザー EL、 サブで超強クロスウェーブとなっております。はいこちらですね、周りとね進化と神化合わせた上に、アビリティでね重力バリアキラーつきました。はいとんでもないですよこれ。とんでもないですよ、つきました。そしてですねダッシュ M でスピード型なんで機動力抜群かなと思いますね。で友情コンボは、進化の方についてたツインワンウェイレーザー EL、 そして神化の方にクロスウェーブついてたんですけど、これが超強クロスウェーブになりましたね。はいこれね重力バリアキラー持ってるんで、割と弱点目の前に友情を出したらどうなるかなっていう。そうですねしかもスピードがもともと速い上にダッシュ M 持ってるので、かなり殴りにもゴーゴーンといけますよね。いけますよね。はいでストライクショットが神化の持ってた SS に壁すり抜け手っていうのがついて当たりやすくなったんじゃないかなと思いますし、もともと30ターンの SS だったんですけども20ターンと28ターンになった上に SS ターン短縮もねついてるので、かなりサクサク打てるようになったんじゃないかなと思います。はい、ということで気になる解禁日がこちらです。5月18日火曜日の12時となっております。皆さんお楽しみに。6激戦モンストグランプリ2021&全国 e スポーツ選手権ということで、まずはこちらをご覧ください。なりました。はい、こちら不足点非常にいい位置にいるので、それとテンパリズムもここは順調に抜けていきます。そしてニュートンストライクショット。ここもしっかり削り切ってバトル5入っていきました。さあ、ピーターパンはここの魔導士処理が難しいですね。はい。魔導士は2ヒット要求されるので。さあストライクショットはストライクショットを打ってメテオで処理していきました。素晴らしい。はい。素晴らしい。ボスの落ち勢は左上、そこに対してのアプローチ、ただしっかり位置キープしてここも削り切りました。はい、ということで結構なんか思い通りにね進めれたのかなっていう、ね、はい、株式会社ピーターパンでしたね。ね、なんかもうコメントの時もすごい楽しそうで、ね、めっちゃ仲良しなんだろうなっていうのが伝わった、ね、笑い合ってたもんね、コメントする時。本当良かったですよね、うん、はい、ということで中国四国大会の結果はこちら、決勝進出おめでとうございます。おめでとうございます。全国 e スポーツ選手権モンスト部門中国四国ブロック代表決定戦優勝チームはリバティ、うん、そして続いてこちら、じゃん、モンストグランプリ2021中国四国予選大会は、株式会社ピーターパンが優勝となりました。写真も楽しそうだ。楽しそうですねはい、続いてこちら、じゃん、関東予選大会の締め切りは5月17日12時までとなっておりますので、うん、皆さんどしどしご応募お待ちしております、はい、はい、そしてですね、関西大会延期のお知らせとなります。5月15日土曜日に予定しておりました関西予選大会は会場からの要請により6月5日土曜日に延期となりました。出場予定の選手の皆様並びに開催を楽しみにされていた皆様にはご迷惑をおかけすることを心よりお詫び申し上げます。詳細については特設サイトにてお知らせしておりますのでご確認ください。お願いします、はい。続きまして7、B リーグ千葉ジェッツ結果情報&次節のお知らせということで、こちら、はい、2勝0敗と、すごい、本当ありがとうございます。はい、はい、各奥県地1体ずつ、各カス X1 体ずつ、そしてオーブ2個差し上げますということです。はい、はい、続きまして次節のお知らせはこちらです。5月15日、16日、17日にシーホース三河と試合ございますので、ツイッターぜひフォローして応援してください。ゴージェス！はい、ということで本日のモンストニュースは以上です。はい、次回のモンストニュースは5月20日木曜日16時からとなります。はい、楽しみですね。はい、それでは最後にラッキーモンスターの映像でお別れとなります。それではバイバイ。